講子度は講子上の扉のこと。扉として、隔ての機能のほか、最高、換気の機能を果たす。横に開く引き度、前後に開く開き度などがある。講子は古文書では、各紙と書かれていることが多く、元業7年河内国関新寺演技資材長によると、女報堂の正面に、各古度四具が建てられていたとある。ととあるから、瞳ではなく、 大陸様式の開き戸であったと考えられる。寺院建築の正面には開き戸型の講師戸が多用されるようになり、さらに、東のミネリアッキによると、天禄3年に建立された、騒動形式の行動の内陣の正面に講師戸5件を建て込み、内陣と外陣の間仕切りに講師戸3具を建て込んでいた。平安時代後期になると、引き違いの講師戸が広く使用されるようになった。 源氏物語絵巻、年中行事絵巻などには、黒ールし塗りの格子道を引き違いに使ったり、はめ込み式に立て込んだ間仕切りの様子が描かれている。天行元年、藤原頼道が建立した、平等院鳳凰堂は、刺繍の開口部には扉を設けているが、その内側に格子やリ度も合わせ用いている。このような格子やリ度の用い方は、隔ての機能を果たしながら、 最高や通風を得ることができる。機能としては、明かり障子の前身とも言うべきものである。壮大現代、秋吉大民家、ありがとうございます。